皆さんの善なる意識にこんにちは、カズマです。霊の社画家、詩人として活動しております。本日はシャープの7ですね。いやーごめん、シャープ6だー。ノーカットでいきます。今日のテーマはサムネのご覧の通り内観についてお話ししたいんですが、見ての通り僕は腹ペコです。なのでペペロンチーノを作りつつ食べつつ話したいと思います。よろしくお願いします。そして大変に嬉しいことにこんなコメントいただきました。ワンピ着た女の子がわーって手を挙げてるみたいな絵が気になります。それは我々ギャラリービージャパンともに活動してるみーちゃんの絵ではなかろうか。この絵ですよね。このアーティストの人はみーという名前で活動しております。概要欄にインスタグラム載せておきます。この子もレンタル可能です。よかったらぜひ。めちゃくちゃ可愛い。僕も推しです。コメント本当にありがとうございます。というわけで内観の方を話していきたいと思います。サムネイルは内観、聖なる神と書いて聖神というふうになってますね。内観の意味って皆さんご存知だったりしますか？まあ結構最近になって頻繁に出てくるようになりましたよね。内観っていうのは自分自身の精神状態やその動きを内面的に観察することだそうなんですよ。というとこれはもうすでに目に見えないものを感じちゃってるってことなんですよ。わかります？自分自身の精神状態やその動き、これ目に見えないですよね。でも内側の目に見えないものを自覚してそれを察知しようとしている、すごいことですよね。改めて精神、自分の精神を観察することってめちゃくちゃすごいことなんじゃないかなというふうに思ってますね。だって精神って聖なる神って書きますからね。自分の内なる神、精神、つまりあなたは神だってことも示唆してますよね。そして聖なる神には状態がある、そんな風に思いませんか？だっていつだって聖なる神だったら悩んだりしないですもんね。だからこの聖なる神の状態、つまりあり方ってことなんですよね。いつも私がしつこいくらいにどうしたい？どうしたいですか？うるさいよってぐらい聞くじゃないですか。それはね、あなたの今または過去の精神状態に着眼してほしいわけではないんですよ。こんな風にあったら理想だなという自分のありたい姿を今に落とし込むということなんですよ。だから過去とか今とか、なんか自分の中でモヤモヤするっていうところに着眼してほしいんじゃなくて、あなたがどうありたいかなっていう理想の姿、その美しい純粋な理想の姿を今にあるっていうこと、ところに落とし込んでほしいんですね。そうするとあなたはある精神を安定させることができる、あなたのありたい姿であることができるっていうことなんですよ。自分のあり方、自分の精神状態、自分自身が作り出している意識、それを自分の美しい望むものに想像して、自分の内なる精神、自分の内なる神を本来の姿に呼び戻すことができる、これが内観なんですね。内観アドバイザーみたいになってます僕。いや霊能者です。霊能者が詩人ですけど、はい。ということで、じゃあどういう風に内観やったらいいのかってことをやりますよね。ステップ1が今どんな状態か、ステップ2がどうありたいか、ステップ3がそうあれっていうことなんですよ。僕言うじゃないですか、そうしたい、そうありたい、そしたらただそうあればいいんだよ、よく言いますよね。
でもね、この時に、ただそうあるって何なんだろうってやっぱ頭かいちゃう人って結構多いですよね。じゃあそうある方法は何か。ここで多くの人が勘違いしてるのが、ここで何か儀式的なものを行わなければそれをそうあることができないと思ってしまってるんですよ。それこそスピリチュアルですよね。こうなんか幻想的なイメージが漂ってしまう。でも全くそうではない。ただただただそうあればいいんですよ。例えば優しくありたいなって思うじゃないですか。そしたら、あ、今優しくあろうっていう雰囲気をここに宿すもたらすんですよ。そう、ただそうあればいいっていうのをもたらす。ここで特別な何かはいらないんですよ。あなたがカラオケで歌ってる時ね、まさに歌手になりきってるように、あなたがテレビのアイドルを見て私もこんな風になろうって踊っちゃうじゃないですか。あの感じ、そうあるんですよ。で、あるっていうのはあり続けるっていうことがすごい大事。あって終わりになっちゃう。それはね、ただなってるだけなんですよ。あるっていうのはあり続ける、続けることも含めてあるってことなんですね。だから優しくあり続けるっていうのは毎瞬毎瞬毎瞬間優しくある、そうある、自分のありたい姿であるっていうことなんですよ。すごい濃厚だと思いませんか。そう聞くとさ、内観ってめちゃくちゃなんかね、いいじゃんって思うじゃない。じゃあ内観どうあればいいの、やればいいのって言うけど、みんな心の状態、自分の心の状態、今どんなものを感じてるかなとか、今あなたの心の中どうしてどうなってるかなとか、喜ばしいかな、モヤモヤしてるかなって感じますか。これが内観なんですよ。あなたの精神、聖なる神にがどんな状態になってるかをあなたが着眼してるので、内観して整えるってことがすごい大事なの。部屋が荒れてたら整えるでしょ。それと全く同じで、心の中も整理してあげる必要があるの。ブラッシュアップして美しくしてあげる必要があるのね。だからあなたがどんな風にありたいかっていうのを感じ考える必要があるので、いやもう感じ考えるの分かんないよ、難しいよってやっぱなるじゃない。分かる分かる分かる。でこれなんでそうなっちゃうか僕答えるよ。霊能者のアトリエ。なんで難しくなっちゃうかっていうと、自分の感性をバグらしてしまったんですよ、過去に。いやいや私そんなことしてないって人もいるかもしれない。でもバグらせないとバグらないんですよ。僕これ言うか迷ったんですけど、感覚っていうのはね、すべてを感じることができるので、ここで誤解とか間違ったものを感じることも起こっちゃうんですけど、それ全部バグなんですよね。人間は美しく完全で完璧なんですよ。これはフラットな意味でね。だからここで完璧症候群を心の中で変わらせろってことじゃない。ここで大事なのは自分のバグを修正し続けるってことがすごい大事なの。だから例えば睡眠不足が続きすぎたりね、食生活が乱れすぎたりね、何か自分のホルモンバランスが乱れすぎたら、必ずその代償の対価を自分は支払ってるんですよ。ただで無理できるなんて、そんな都合のいい話はねないんですよ。だから内観した時に自分を調整するっていうのは、今までの代償、支払った代償を返してもらう、いや返すってことなんですよ。自分自身が今までありがとうってことなんですよ。だから何も感じないっていうのは今マイナスな状態なの。今までの負荷が返ってきてる時なの。ゼロに戻さないといけない。でこれはね、あなたが異常者だとか何か障害があるとか、そういうふうなことを言いたいんじゃない、ね、ただバグは自分がこうありたいに沿ってない状態っていうのは、ただ自分を美しく戻せばいいよってことなの。だから、ああこれなんかちょっと納得いかないな、なんでやこうなんだろう、ああって心の中がモヤモヤしてイライラしてくるじゃない。で一番ね、最もやっちゃいけないことの前にやっちゃいけないことがあるんだけど、そのイライラをあなたの大切な人にぶつけること。これはね、バグが起きてるとものすごい起きやすいの。わかる？
あなたの大切な人をあなたの気持ちが暴走することで傷つけちゃうのよ。これが一番、これはやっちゃいけないことで、そして一番やっちゃいけないことはその状態で自分を傷つけ続けること。これは全くもっていいことがないよ。わかる？自分のコントロールが効かない状態で自分を取り戻すためにもう荒れ散らかしたの。どこだどこだどこだって、いやここにあるよ自分ここだよって、ここいるよっていうことなのよ。だから旅行かんくていい、旅行かんくていい、自分探しの旅行かんくていいのよ。自分ここにいるよってことでさ、いや自分わからないよ、どうしたらいいんだよってなるじゃない。そしたら自己表現をしてほしい。自分を表現することをしてみてってこと。そしたら自分は分かってくるのよ。で、自分が思ってるより全然できない。自分が思ってるよりチンケだ。自分は全然ダメじゃん。それはそれでいいの。そこで自分に対して責めてしまったり、過度な期待を寄せすぎてしまうとぶっ倒れて立ち上がれなくなる。じゃなくてそこに意識を着眼するんじゃない、そこを荒らせるんじゃない、自分がどうありたいかってところを確認してみる必要がある。これが内観よ。内観のステップ3つあったでしょ、思い出してみて。1、今自分がどんな状態か。2、どうありたいか。3、そうあれ。これだけなのよ。だからここのステップにおいて今自分がどんな状態か、例えばじゃあネガティブだった、ここで落ち込めなんて一個も書いてないでしょ。自分がどんな状態か確認して内観できました。次はじゃあどんな風に部屋を整理したいかなっていうのを即座にイメージする。この1から2の中に 1.5 を作って自分を落ち込ませるって作業してる人がものすごく多い。これね、無駄なんですよ。これ 1.5 じゃない、マイナス 1.5 になってる。振り出しよりもマイナスで 0.5 になってるから。わかる？自分に優しくしてあげて。僕はあなたに対してとてもきついことを言ってるかもしれない。だから僕がきついことを言ってるんだから、あなたはあなたに対してもっと大切なこと、愛することを言ってあげて、優しくしてあげて。 OK？ だから内観をして自分の聖なる神、内なる神を取り戻して。納得いってないでしょあなたは、まだ自分の人生にさ。僕だってそうよ。完全完璧、これはもう省いてね、何か違和感があるでしょ自分の生き方に対して。僕だってそうよ。気づいてるでしょまだまだいけるって。気づいてるんでしょこの先があるって。僕だってそうよ。感じ考えることで世界大きく変えていこうぜ一緒に。気づいてるんでしょ。気づいてないふりやめなよ。バグ気づいてるんでしょ。バグってないふり予想のやめなよ。余計わかんなくなっちゃう。それがね、またバグ引き起こして、バグ修正させないで、あこれバグない正常で、また新しいのに出して、あこっちバグだねで、またバグを調整して、変な風に偏ってっちゃって、自分がどん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 いびつになる。それがね、10回でも繰り返されたら自分はそれに対して10年一人で悩まなきゃいけなくなっちゃうのよ。しんどいでしょ。もうこんな思いしてほしくないよあなたに、あなたにそんな思いしてほしくない。わかる？そう、だから自分内観内観じゃないよ。あ、そうあろう、終わりでいいんだよ。で、心地よく幸せに生きて。幸せになることがゴールじゃないよ。幸せになって想像して、自分を味わって想像していく。永遠に続いてるんだから、自分をもっと楽しんで。愛し愛されの関係が築き終わって終わりじゃないよ。それはまだスタート地点だよ。そこから美しいものを愛したい人と一緒に作っていくんでしょ。だから愛する人を傷つけないで、自分もパートナーも。もしね、
誰かに傷つけられた時、自分を見失うな。そうじゃないだろ、自分のありたい姿は。誰かのために嫌な奴になるな。お前が好きなお前であれ。そういうこと。僕はあなたの、または善なる意識の、または僕の味方でありたいと思ってる。どうだったみんな、今日はペペロンチーノ、この後作るよ。皆さん本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。それではまた次回の動画にてお会いしましょう。漢字考えることで世界は大きく変わる。フラットポジティブにね。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、コメントぜひぜひよろしくお願いいたします。アディオス。ペペロンチーノを作ろうと思ったらトマトソースに変えて、そしてトマトソース作ったんだけど、それを食べる主食の部分、食べる食事シーン撮るのを忘れました。申し訳ありません。美味しかったです。次回よろしくお願いします。